石川県立六星高等学校は石川県鹿島郡中野都庁に所在する公立の高等学校生徒開始朝を毎年発行している登校時間に挨拶運動を行っている生徒への読書推進活動を行っており図書室における貸し出し返却業務のほか各ホームに学級文庫を設置している総体総文新人大会前に 出場する生徒に向けて応援活動を行っている。主に生徒回線挙否に活動し、決戦、新任投票時に票の集計などを行っている。男女共に全国高等学校総合体育大会への出場を過去に果たしている。また女子においては、ここ数年上位大会に出場する機会が多くなっている。女子は過去に 全国高等学校総合体育大会への出場したことがある。流派は佐賀五流で時折生徒が生けた作品を校内に展示している。染色部は高校敷地内にある研修棟、能登城府の里にて活動を行っている。高校の所在地である中野都城の伝統産業、能登城府を織り、食婦を加工したものを鹿高祭りで販売している。 流派は表千家流。鹿高祭りにおいて一般、生徒に茶を立てるなどを行っている。2011年度に新設された。各種弁論大会に参加しており、全国的な大会においても上位入賞を果たしている。新聞局の活動内容は、六星高等学校の学校新聞である鹿高新聞の作成、発行が主となっている。昭和62年、 まだ、六星高等学校には新聞を発行することも、発行する組織自体もなかったが、そのことに疑念を感じていた、当時の校長の命により、学校新聞の発行が決定。その後、鹿高新聞と名付けられる。63年3月の第1号発行から、最新版である23年3月の第38号まで、年度により、 発行回数が変わるものの毎年度発行している。定期的に出されるものの他にも、不定期に号外版が出されることもある。毎年8月下旬あるいは9月上旬に行われる学校祭。文化祭2日と単育祭1日の計3日間にわたり行われる。文化祭は生徒有志からなる実行委員が夏休みを返上して準備にあたり、当日は 模様し物の司会振興や裏方を務める。主な模様し物は各クラス対抗でのお笑いコンテスト、ダンスコンテスト、おにぎりコンクールである。体育祭は体育委員が主に準備をする。近年、熱中症対策として2010年は各クラスに1、両ずつテントが用意され、2011年はそれまで1日であった、日程を半日に縮小した。文化祭、体育祭とも、 基本的に他校生徒の立ち入りは禁止されている。毎年6月上旬に学校の第一グラウンドで行われる。準備には生徒会執行部や体育委員のほか野球部や男女テニス部をはじめとする多くの運動部が携わる。男子3000メートル層では若い教員や教育実習生が飛び入り参加する場合ある。7月半ばに行われ、 クラス対抗で晴天の場合はソフトボール、宇点の場合はバレーボールでトーナメント方式で戦う。ソフトボールの場合は野球部がバレーボールの場合はバレーボール部が主に試合場作りをし審判員を務める。男子の部の優勝クラスは教員チームと戦う。軍一クラスは男子が非常に少なく9人揃えることが不可能な場合がある。その際は担任や 副担任がスケッとして出場する。藤俊也や俳優、ありがとうございます。